前回のカズクラ、ネザーでの家建築、今回こそちゃんとやるぞ。屋根を作って、うわなんかいい感じにいったところ、酒井さんが謎の1マスの隙間に押していってしまった。しかしそこは大変なことに、ピグリンロスです。そこでボッコボコにされ、今まで頑張って手に入れたアイテムが大変なことになりる。やばいやばい、カズクラも行こうとするが大変なことに体力が削られ、その後どうなったのかというと、いっぱいロストした。はい、どうもこんばんは、カズクラでーす。どうも酒井さんだーだ。いや酒井さん、大丈夫、落ち込んでない？ずっと落ち込んでる。まあ人参でも食って元気出せよ。ありがとう。これもよかったらメットでも、耳なくなってヘンデコになるけど、命の方が大事だよな、見た目より。見た目より命優先だ。今日なんとかしてさ、家完成させようよ。怒りもちょっとこれ落ち着いてきたんじゃないかなって思っては来てるんだけど。激おこぷんぷん丸だわ。そうでもない。ほらほら見て、近づいてきてる。なんだよ、まあ、ちょっと今ちょっと見てくれこれ。わー素敵だな。なんかおしゃれになってきた気がしないか。これとてもおしゃれになってきた。いやこの間っこにこのランタンでもちょっと置いてやってくれこれ。わかった。なんか少しぐらい作業した方が心が晴れるだろうこれ。そうだな、いいものを作っていけば、なくしたものの痛みを忘れると。こうやって建築してる感を出せば癒される。そう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 、そういうことだ。ところでこれはあるのかい？石ないよ。なくなったか。これはもういらないのか。なるほど、石ブロックが屋根に一部使ってた。燃えたな、こいつが犯人だ。大丈夫だ大丈夫だ。魔除けしようか。魔除け、魔除け大事だ。ちょっと見てくれ、ネザーでこの水のお守りを今ここに出す。いくぞ。大釜を置いてたな。水絶対蒸発するらしいんだ、この世界では。ネザーだからか。でもだよ、見てくれ、すげえ。そん中に入ればもう安心よ。これで燃えなくなる。それだけだ。うんだら、ちょっと石、石持ってこようか。いや少し持ってるかもしれないんだ。お使いならできるぞ。で大丈夫か、前大変なことになってたぞ。お使い行って帰ってくるだけならできるんじゃないかな。任せていいか。もちろんだ、任せろ。行け。酒井、行きます。いや、いつも通りいるわ。その間にこっち綺麗にやってるからな。わかった、石を持っていく。よし、な、酒井さんだが中途半端にいろいろ仕上げてくれたから。中途半端って言うなよ。石あった、何個必要だ。あったか、5スタックぐらいは持ってこよう。5スタックぐらいは。そんなことない、シューカーボックスにたくさん入ってる。それごと持ってきてくれ、それごと。ネザーよ、私は帰ってきた。来たか、来た。あら、ちょっと端っこにペット置いてくれ、今。そう、どっかに設置してくれ。おい、取り出せるように。置いたぞ。おぉ、いい階段が出来上がった。階段作ればいいのか。な、頼もうか。うわ、おしゃれになってる。そうだろ。開いた。おかえり。今のは事故だ。おかえり。マイクラって楽しいな。ほんなら、これ足場もあるから、ほんで上がりやすくなったろ、これで。普通の石のやつで作ればいいのか。石のレンガっぽいのにするか。石レンガ階段にすればいいのか。そうそう、石レンガの階段にすると多分それなりになるはずな、これ。まず石レンガを作るんだよな。石レンガの、いや、もうそのまんまこの、これが便利なんだ、これ。こっちこっちこっち、こっちの、ほら、これくるくる回ってるこれだな。そう、どうやって使うんだ。左側の方にペロってすると何作りますかって出てくるんだ、これ。石レンガの階段作るぞ。ジュッて作れるんだ。おお、できた。64個できたぞ。一つの石でこんないっぱいできるのか。そう、お安くできるってことなんだ、これ。良いこと教えてもらった。すごいだろ、こうやって節約が必要なんだよ、節約が。本当だな、これは便利だ。なんかちょっとかっこよくない？今もうかっこいい、すごい男前な建築ができている。え、かっこいいの今できてきてるよね、これ。普通に、いや、マジでいい屋根なんだけど、これ。ちょっと待って、うち、ちょっと和解してくるわ。和解交渉してくる。よ、みんな。久々だな、みんな。3日間も4日間も怒り続けて、どうなんだ、君。それはどうなんだ。和解交渉、和解交渉、和解交渉。あれは和解なのか。
和解交渉している。どうだ、あ、平和がやってきたかもわからない。すごく静かになった。まさか外に出られる、外に出られる日がやってきたぞ。よかった、平和が訪れたかな。ほぼ平和、ほぼ平和だ。本当に平和なのか。カズクラ、ここ掘ってみて。ちょっと怖いんだけど、ちょっと1マス掘ってみて。今和解交渉忙しいから。どうなの、絶対落ちるなよ。ダメな感じ、どうぞごゆっくり見てください。全然ダメな感じだこれ。いやでも陸部門がね、本当に平和になりつつあって、普通に生活ができるようになったよ。なんかよかった。なんなら、いろいろとちょっとおしゃれやってこうよ。おしゃれを、おしゃれやっていこう。ん、おしゃれってなんだ。あ、ここの扉が1個足りないんだけど、ちょっと扉作っといてよ。この木はなんだ。この木はなんかの木だ。別に何でもいいよこれ。何の木でもいいか。あ、ちょっと待って、電話だ電話。またか。ちょっと待って、ちょっと任せたぞ。俺成仏フラグだ。やべべ入ってきてしまう。怖いからここで待ってる。うわぁ、なんかちょっと用事でお外出てたんだけどさ。え、なんかやった、まさかこの後何かね、やろうとしたら続きやめた。怖くてここにいた。あ、でももしかするとだよ、これお外ちょっと出れるようになったんじゃない？これまさか。平和な世界が来た。うーわ、来たじゃん。あそこにやべえやついるぞ。え？あ、こっち来た。来ないで。あ、でも大丈夫。酒井さんはもう帽子かぶってるから。オッケーだ。素晴らしい。ちょっとこれもう家自体は結構いいじゃんこれ。すごく良い感じだ。結構よくできてんな。うんなら適当に外をなんか草生やしたりとか。そうしよう。なんか そういうのやっていこうか。この中にさ、ちょっとほらツツジとかなんかいろいろあるからさ。あ、本当だ。周りに生やいたり、なんかまだまだテクニックがありそうだぞこれ。実は花ちょっと植えてたんだな。おー、いいじゃん。ただそっちでガストがまた狙ってくるかもわからんから。うんな、ちょっとこの周り今から大急ぎでやっていこうこれ。噂したら来た。どこか壊れたか。ちょっと待って、大丈夫、燃えてない？燃えてない。どこ、上だ。ほら、ナイス。ほな、ちょっと任さぞ。うちせっかくクォーツブロックがあるから、ちょっと外からちょっと見える、玄関先見てよ。良いね。濃いかなと思ってさ、これツツジも植えてバランスが難しいな。やっぱだいぶ守備力高くなったんじゃないこの家。これでガストに燃やされないぞ。どうですか。あら、いい。あ、待て、もう一個内側だったなこれ、白いの。思ってたのと違う。そういう設計かと思ってた。あの柱の上ね。そう、間違えてたよこれ。これだ。どうこれ。さっきより家っぽい、立体感があって良いね。あとは適当に複雑な形にすればなんとかなるって言ってたんだ。誰が言ってたんだ。いやもうみんなの建築がそういうことなんだよ。この世界の常識ってことだな。適当に複雑にするんだ。できた。わ、かぼちゃもいいじゃん。かぼちゃもいいだろ。これかぼちゃのさ、畑作れるんじゃない？畑作れるか。ちょっとやってみようかこれ。せっかくだからさ、どこに植えるよ、畑なんで。家の近くかな。あ、草生やしすぎた。でもいい感じだと思うんだけど。待て。いくよ。こうして、あとかぼちゃがねえんだ、かぼちゃが。おお、植えれた。植えれるんだな。あと左右にちょっと置いてみて、土ブロックを。そう。いいね。ほんで、骨粉で育てれる？あれれ、できないぞ。これ結構難しいんだよ、これ。ほら。なるほど、コツがあるんだな。おー、いけるじゃん。ここまで成長するのか。ここまで成長は。これだったら地面の方がいいな。ちょ、ごめん。一回、もう一回植え直そう、これ。こっち側は掘りまくって。いいでしょ、なんか。良いかぼちゃができそうだ。全部育ててもろて。多分たまに生えてくる可能性があると思うんだけど、こうかな。生えるといいな。生えた。ネザーでも育つんだ。生えるんだこれちゃんと。あとはこのハサミで、ほら。おお、すげえ。ハロウィンだ。でこれを松明とガッチャンコさせればちゃんとしたハロウィンのなんかになるんだこれ。おお、明るい。とても良いね。できたねこれ。かわいい。
かわいい。さあというわけで、こんなとこで完成でございます。いやーだいぶ苦労したけどなんとかなりましたね。これなりましたね。いやまだまだね、多分オラたちの建築力があればもっといいもの仕上がってくるかと思うから、ぜひみんな期待して待っててくれ。イエス。というわけでまたお会いしましょう。じゃあのーバイビー。